吉林省は満州国にかつて存在した省。現在の中華人民共和国吉林省の一部地域に相当する。1931年当時、中華民国吉林省は41県1政治局を管轄していた。満州事変により日本の支配下に入ると、同年9月26日に広島広しにより吉林省庁管公所が設置され、 九月二十八日には、中華民国からの独立宣言が発表された。九百三十二年三月九日、満州国は、商工所管制を交付して、省政府を商工所に改編、長吉県に吉林商工所を設置した。九百三十四年十月十一日に、新たな商工所管制を交付し、吉林省は、吉林、省、貧高、三つえ、 マジマの4章に分割され、吉林章は、吉林市、長春県、総洋県、これ道県、徳江県、能安県、長峰県、関安県、富与県、長吉県、ノブルラン県、非井木県、トンカ県、かんばおさむ県、万若県、にれいつき県、海徳県の17市県を管轄するようになった。その後の行政整理を経て、満州国法会直前には西。 15件、1機を管轄するようになっていた。満州国崩壊直前の下部行政区画1932年3月、満州国政府により、吉林省が設置される。1945年8月、満州国の崩壊とともに、自然消滅。突起なき場合、世界諸国の制度、組織、人事、1840から2000による。ありがとうございます。